今年の夏休みの出来事です。あ、当たった。なんと懸賞サイトで有名ホテルの宿泊券が当たってしまいました。すごいじゃん。このホテルいつか泊まってみたかったんだよな。当選したホテルは義実家の近くにある有名なホテルです。家族で泊まろうと思うと結構な宿泊費になるので、今までなかなか行けずにいたのですが、そうだ、今年の帰省はここに泊まらない。いつもは家に泊まらせてもらってるけど、今年はお母さんも大変だろうし、それでここからあなたの実家に挨拶に行こうよ。それもいいかもな。毎年夏休みの帰省は義実家に泊まらせてもらっていました。しかし今年は義父が直前まで入院することになっており、退院直後に私たちが泊まりに行っては義両親の負担になるのではと考えていたところでした。ということで俺たちは今年はホテルに泊まろうと思うんだけど。あら、まあいいわね。せっかくだし泊まってきたらいいじゃない。滞在中にそっちにも顔出すからさ、退院後の父さんの世話は母さん一人で大丈夫そう？大丈夫よ。別に介護が必要になるわけじゃないからね。でもまあホテルも近いから、滞在中になんかあったら連絡してくれよ。ありがとうね。あなたたちに会えるの楽しみにしてるわ。帰省と同時に夏の旅行ができちゃうね。母さんに負担かけず顔出しに行けるし。ばあちゃん家の近くのあの大きいホテルに泊まるの？あそこプールもあるよね。朝も夜もビュッフェなんて楽しみ。子供たちも楽しみにしているし、今年は素敵な夏休みになりそうです。なんかあずささんから突然 LINE が来たんだけど。え？あずささん？お父さんが手術という時に有名ホテルに旅行だなんてどういうつもり？何これ。今年の夏は俺たちがホテルに泊まることを聞いたのかな。でもあずささんには関係ないよね。私たちは毎年義実家に帰省していますが、義兄夫婦は数年に一度しか帰省していないそうです。私が結婚して初めてあずささんに会った時、そんな綺麗なワンピースなんか着ちゃって何の自慢？危険人物。それ以来あずささんとは最低限の付き合いだけをしてきましたが、なんて返事すべきか。帰省はちょうど父が退院する頃なので、挨拶がてらお見舞いには行くつもりです。それに俺たちが今実家に泊まるのは、母も準備が大変だと思うので、ホテルの方が両親も楽だと思います。実の親が大変な時に、のんきに有名ホテルに宿泊するなんて、神経が信じられません。実の親だからこそ、現状を把握して判断しました。母も快楽していますよ。そりゃ可愛い息子が言うことだから、非難はしないと思いますけど。たとえ両親であってももっと気を使うべきでしょ。なんでこんなことわざわざ言ってくるんだ。とりあえず無視でいいんじゃない。何を言っても文句言ってきそうだし。寝てる間にまた LINE 来てた。またあずささんから？どうして返事がないんですか？申し訳ない気持ちがあるなら有名ホテルなんてやめたら？この際言わせてもらいますけど、先月その美さんのおじいさまが亡くなったばかりだそうね。おじいさまの喪にも服さず、義両親のお世話もせずに有名ホテルで遊ぶだなんて、同じ嫁として信じられません。なんですって？先月私の祖父が大往生で亡くなりました。寂しいけれど祖父の思い出を大切にしていこうと思っていたところだったのに、まさか全く無関係の義士にこんな風に水を差されるなんて。あー、なんかもう気分悪いし、今回はホテル宿泊やめとく？やだよ、せっかく当選したのに。どうせ別の時に行こうとしても、あずささんは何か言ってくるよ。子供たちも楽しみにしているんだから絶対に行く。そうだな、うちが我慢することもないよな。あずささんに何言っても変わらないから兄ちゃんに釘刺しとこうって感じなんだけど、すごく迷惑してるから兄ちゃんがあずささんをどうにかしてくれよ。こんな LINE が続くなら俺たちあずささんをブロックする。そこまでしなくても。あずさの言うこともすごく間違ったことだとは思わないし、そういう問題じゃなくて、なんでうちの家にそんなに干渉してくるのかってことだよ。でもそのあずさは。もういいよ、放っておこうぜ。あとは面倒にならないといいけどね。その後またあずささんから電話だよ。出ないでいいよ。どうして電話に出ないんですか？今回の件でお二人に質問です。私たちは義実家へ行った時に外泊なんてしたことはありません。その点どう考えているのですか？嫁はお客様じゃないんだから義実家のことも手伝いなさいとお父さんから言われましたけど、あなたたち本当に親のことを考えていませんね。最低だと思います。何これ、異常じゃない？お母さんに相談してみようよ。そうしてみるか。
そんなことになってたの。相変わらずあずささんは変わってるわね。あそこはお金に困っているから、有名ホテルに泊まれるってことに嫉妬してるのかも。もう放っておきなさい。お姉さんたちお金に困ってるんですか？以前ケンスケが2回も失業して、うちからいくらか援助したのよ。その時にお父さんに、援助した分は母さんのことを手伝えよって言われたのを覚えていたんじゃないかしら。そんなこと言うお父さんもお父さんだけど、まあとにかく相手にしないでいいわよ。でも正直もうあずささんと縁を切りたいと思うぐらいなんです。そうなったらそうなったで仕方ないわよ。その店さんがそんなに気にしないでいいからってことらしいよ。じゃあ単純にうちが羨ましいだけなのかもしれないし、母さんが言う通りもう放っておこう。旦那はそう言うけれど、散々あずささんに気分を害された私は何か言い返さないと気が済まない。ちょっとパパのスマホ貸して。その身です。質問にお返事します。お姉さんたちがどこに泊まるかも、次からどう過ごすかも私たちには関係ありません。同様に私たち家族のことはあずささんが指示する必要もないです。そんなにぎちっかが心配なら、お姉さんたちがしばらく手伝いに行ったらいいんじゃないですか。何もしないくせに人の家に文句ばかり言って、同じ嫁として恥ずかしいです。怖。私はパート休めないし、子供たちは部活があるから、うちは無理。あずささんは生活への不満を私たちにぶつけていただけのように思います。でもそんなことをしても何も改善しないし、人間関係が悪くなるだけなのに。そんな人たちに悩んでいてももったいないので、私たちは予定通り夏休みは有名ホテルを楽しみました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。